スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では月の初めの恒例になっておりますけども、先月の1ヶ月間で、どれぐらいの利益を確定したのかということを公開していく動画シリーズです。で、月に一度しか公開していないものもあります。それがまず、今回ですとループイフダンの個人口座の方です。今は法人の方を毎週公開しています。そしてトラッキングトレードの、ブロードライトコースの方を、1000通貨コースの方を毎週公開してるんですけども、ブロードコース1万通貨コースの方は、まあ、この月に一度しか公開していませんということで、まあ、4種類でやってますと。で、その4種類でやり始めて、まあ、2017年2月は20万ちょっと、まあ、これ苦戦した月ですね。で、その次の月、63万8千円。これが過去最高です。で、4月ですね。4月は46万円。まあ、4月結構、まあ、苦しんで、まあ、でもそれなりに、確定損益はあったと。で、本題の先月、2017年5月なんですけど、まず、ループユーダーの個人口座ですね。こちらは、3000通貨の5ドル円ですかね。はい。37,512円。なかなか、いい感じですよね。個人のレバレッジ25倍で、はい。この金額だとなかなか、調子良かったかなと思いますね。その前の月が一回損切りかかっちゃったんで、確か1万いくらだったんで。で、法人の方が、これ月半ばから始めたので、5月15日スタートかな。なので、まあ実際半月なんですよ。で、まあ、だいたい個人と同じぐらい。この2つを合計すると、まあ、7万円ちょっと。これが、ループイフダンの、先月の成績です。で、トラッキングトレードですよね。トラッキングトレードの方もまあ週に一度公開してるんですけども、まあ最近だと、動画だと土曜日かな。はい。で、まあ1000通貨コースの方は、はい、5万円ちょっとですね。はい、もう口座残高が、75万円超えたので、1.5 倍達成しました。そして、こちらですね、金額の大きい方。ブロードコース、1万通貨コースです。やっぱりこれね、金額大きいので、含み損が膨らんだ時に、精神的にかなりきついんですけども、まあ、先月は、いい感じに利益積み上がって50万超えました。ということで、トラッキングトレードの方の合計が57万いくら。で、ループ油断とトラッキングトレード両方合わせますと、647,967円ということで、過去最高額更新しました。まあ、やっぱりね、新たに、ループイフダンの、法人の方を動かしたっていうのもありますし、まあ、振り返ってみるとですね、そうですね、そのループイフダンの法人口座5000通貨、5000通貨ね。で、あとですね、まあ、ちょっと5ドル円がね、今一番ポジション多いんですよ。はい、ループイフダンの個人で3000、法人で5000通貨、そしてトラッキングトレードのブロードライトコースで1000、ブロードコースで1万ということで、まあ、1万9000通貨でやってるんで、まあ、ちょっとそこがね、かなり不安な思い。その分、まあ、スワップとかもあるんですけども、それ以外の通貨ペアは許容範囲内でした。特にニュージーランドル円なんか戻ってきてくれていますし、まあ、米ドル円もね、一時期の108円でしたっけね。あっこを考えると、今のラインっていうのは、今の為替レートっていうのは全然いい位置なので。でですね、まあ、月末に、久しぶりに、はい、ユーロドルの運用をスタートしました。本当はもうちょっと上がったところでと思ってたんですけども、まあもうそろそろいいかということで、これがまあ来月の運用パフォーマンスに大きく影響してくる可能性ありますね。まあ来月とそうですね、成績で考えるとやっぱりまあ5ドル円がやっぱりどうなるのかっていうところと、ユーロドルですよね。これがうまくはまれば、まあ過去最高また更新できるといいなと思っております。ということで、この後は告知です。はい。まず、ループ油断が利用できます。iNet FX さんとのタイアップキャンペーンというのをやってまして、こちら、取引不要で、2つの特典がもらえます。はい。タイアップ専用バナーからの口座開設と10万円以上の入金という条件ですね。はい。で、もう一つですね、トラッキングトレードが利用できます。FX ブロードネットさんとの方は、こちらは、タイアップバナーからの、新規口座開設と3万円以上の入金で、図書カードが、はい、もらえます。で、こちら、どっちのコースで申し込んだかによって、図書カードの金額が変わってきていて、両取りっていうのはできないので、まあご注意ください。で、この動画の解説欄に、はい、その2つの詳細がわかる URL を貼っておきます。そちらからオンラインでの講座解説の申し込みができます。
ということで、今回は月に一度の、成績公開動画でした。で、ブログの方もね、ちょっと最近コンテンツいろいろ増やしまして、特に FX 業者さんに、まあ、レーティングをつけて、ここは星5つだとか星3だとか、まあ、その理由もちゃんと書いているので、よければね、FX 業者選びのヒントとか、まあ、今使っている会社しか知らないんだけど、まあ、他と比べたらどうなんだろうということを知りたい方は、まあ、あくまでも私の主観で、書いていますけども、よければご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。